ラクトースエスに配合しております難消化性デキストリンは次のような良い報告試験結果がございます。ビフィズス菌の増加、排便回数、排便量の増加、食後血糖の上昇抑制効果、食後中性脂肪の抑制効果、体脂肪低減作用など、食物繊維には水溶性食物繊維と不溶性食物繊維があります。水溶性繊維は便のかさを増し、善玉菌の餌になります。このことによってスムースな排便を促します。便通に関しては水溶性の食物繊維を多く取った方が効果的です。